现，要去租一个很漂亮的那种高级露营，所以呢，想要录影片给大家看。酒楼吃，要吃什么？我弄一下，那个味噌，珍珠，哦，味噌猪排，这是这一家很有名的店，但是好像有点多人，会需要排队，好像可以进场了。会大排队原因是因为还没开门，所以在大排队。哦，太好了，那马上进去。耶，终于进来位置，现在坐着点，在等着点餐。然后呢，他现在有店铺里面的人气餐，想要点第一个，第一名的。超多种的，这个超奇怪的，它是台湾的，就是味噌的卡子冻，为什么要加台湾？为什么要加这个？现在在日本很多地方都喜欢冠上台湾两个字，然后就会大热卖，虽然好像是一件好事情。啊，我要吃。在我面前倒那个味噌呢，还有两种口味的味噌，看起来都好吃哦。はい、よろしくです。ご飯とキャベツがお借りします。はい。飯跟高丽菜都可以加，免费加。Thank you.
ただいまの現在地がですね、こちらの管理棟でございまして、管理棟が22時までとなっております。右手、こちらのスペースとですね、正面のスペースがフリースペースとなっておりますので、ご注意お伝えください。こちらでライブをやります。また暗くなりましたらキャンプファイヤー着火いたしまして、6時からパーカウンター始まりますので、よろしければお見せください。10番のお部屋、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ります。あとサザエとヒオウギ貝、三重ではアッパ貝とも呼ばれているカラフルな貝ですね。で、焼き野菜とアルミホイルの中にジャガイモが入ってます。君との日々も